皆さんこんばんは。最近髪の毛を切ることがやめられない髪の毛切る中毒の元男の子の青木かのんですな。はいだろ、おかしいだろ。私青木かのんはこの度男に戻ります。嘘です。皆さん、サムネのタイトルを釣ったわけではないんですよ。事実があるから私は伝えてるわけです。なので今回私のこの周りに起きた実体験をもとに話をしていきます。なぜ今回この動画を出そうと思ったかというと、ツイッターに設置している質問箱に元男の子が実際に男性に戻ったりとかしちゃうことってあるんですかみたいな。私で言うと性別を男から女に変えて今女性として生きてるわけですよ。でも数年後普通の男に戻っちゃうみたいな、なんかそういう話ですよね。それが実際に私の周りで結構起きてます。意外と。早速今からその話を、私の iPhone に内容をまとめてるので、これを見ながらちゃんとスムーズに動画を進めていきます。でも髪の毛本当にいい感じじゃないですか。前回また髪の毛切っちゃいましたっていうところから4センチぐらい髪の毛切ったんですよ。インスタに載せてますんでよかったら見てください。最近インスタ頑張ってるんですよ、更新。でまずですね、その私の周りにいた方の例で言うと、現実を見て戻っちゃう。どういうとこに現実を見るかっていうと、まあ、男時代は女の子になりたいよみたいな、将来絶対女になってやるんだみたいな、こういう強い意志を持って実際に女になったものの、やっぱ社会になかなか受け入れてもらえないみたいな、そういうのは本当多いんですよ。私も過去にアルバイトの面接で実は元男の子ですって言った瞬間にアルバイトの採用が取り消されたことあるんですよ。あ、青木さんは元男の子なんですね、じゃあ更衣室使えないので採用は無理です。他にも私の周りで戻った人の例で言うと、パパに戻っちゃう。すごくね。パパに戻るっていうことは、もともとその結婚されててお子さんもいらっしゃってパパなんですよ。ただその男としての生活がやっぱりその結婚後もなんだろう、自分に合ってないみたいな感じになって、家族から失踪して飲み屋で女として働いてたんですけども、その男時代に描いていた自分の理想の女像に全然自分がなってないっていう、その現実とのギャップを感じて、やっぱ私は女として生きるのは無理なんだみたいな、私みたいにこんなことよね、全世界に配信してるバカモンとは違ってちゃんと現実見てる人もいますからね。私はもうこれただ行かれてるだけなんで、まともな人たちは楽観的に考えられないっていう、まあ、現実的思考なんですよね。なのでこのままじゃ将来一生死ぬまであと40年女として生きていけないなと思って、妻とお子さんがいる元に戻っていったっていう方もいます。ただホルモンとか知ったから胸が膨らみ話っていうか、もうホルモンやめても胸ってちっちゃくならないんで、基本的にはボリューム感なくなる、張りとかはなくなるけども、サイズとか、まあ皮が伸びたまんまみたいな感じなんで大変ですよね。いや笑い事じゃない。あとは私の周りにいた人で将来に不安を感じて自殺しちゃう人とか、もう戻る何もここで終わりですからね、そういう感じなんですよ。で今回私が元男の子がやっぱり男に戻っちゃいますっていうあるあるを3ポイントでまとめて話していきます。まずですね、年齢が意外とでかいんですよ。性別を変える人たちって美意識っていうのは高い人が割と多いんですね。結構綺麗な人も多いっていうのは、自分に対してのその美の追求を常にお金をかけてこうやってやっていく人も多いんですよ。ただそれって美しさってずっと続くもんではないじゃないですか。それが年齢なんですよね。若いうちに男から女になって、綺麗になった、やったって喜んでるけど、やっぱ年齢を重ねていくうちに自分の理想と離れていっちゃうことで、普通の人とはやっぱり感覚が違うんですよ。私もそうなんですけども、美に対しての追求がめちゃめちゃ強いんですよね。それも理由の一つだと思います。その年齢とともに働き口の選択肢が狭まっていくんですよね。元男の子さんは、もう皆さんのご想像の通り、大体の方が飲み屋で働くとか、あとは風俗とか、まだ現実問題、その一般社会で
受け入れられてるっていうのは本当ごくわずかだと思ってて、特にその元男の子さんって普通のその男性女性と比べて見た目によって社会的扱いがめちゃめちゃ変わるんですよ。なので年齢ともに見た目がどんどんこう劣化していくにつれて働く場所がどんどん狭まってお金が稼げなくなる。お金が稼げないってことは生活ができない。じゃあ生活するためにどうするか、もう男に戻るかっていう、そういう方もいました。60歳から男性に戻った方もいて、もう本当なんか見てて辛かったっていうかそりゃ、自分に置き換えてみたら本当覚悟いることだし。2つ目は病気でございます。まあ、さっきの年齢もそうなんですけども、その病気にかかると体が女性ホルモン剤に耐えれなくなっていくっていう場合もあるんですよ。だったら女性ホルモン剤やらなきゃいいんじゃないのみたいな思う方いらっしゃると思うんですけども、私たちはですね、こうやって女っぽい見た目を維持するためにはもちろんその、まあ、整形とかもいろいろあるんですけども、一番大事なのが女性ホルモン剤を体に定期的に取り込むってことなんですよね。そうしないといろんな弊害が起きてくるわけです。骨粗鬆症になっちゃったりとか、まあ、いろいろあるんです。女として生きる上で女性ホルモン剤を入れないってことはもう相当やばいことなんで、そうなると病気になるともちろん薬とか飲むじゃないですか。で薬の成分によって、青木さんが今使っている女性ホルモン剤は今から投与するお薬と併用できませんので女性ホルモン剤やめてくださいって言われかねないですよね。そうなるともう泣く泣く諦める。これは私の知り合い伝いで聞いた話なので、想像するだけでも結構きついなと思います。最後、金銭問題です。これが一番でかい。特にですね、元男の子さんだとやっぱりまだ就職をその安定的に行うのが狭き門なんですよね。プラス、まあ、男から女に変わるとか女を維持していくってなるとお金がめちゃめちゃかかっていくわけです。手術するにも100万円以上かかるし、お顔とかお直しするにもめちゃめちゃお金かかる。毎月女性ホルモン剤にかけるお金もバカにならないわけですよ。そうなると普通の生活犠牲にしかねないよねみたいな、人間が生きていく上での衣食住ができなくなっちゃうって場合もありますから、もう人によってそのお金の事情はもう様々なんで、あとは元男の子さんは結構結婚も普通の女性と比べたらめちゃめちゃ難しいと思うんですよ。まあ、今はね、少子化とかもいろいろあってそれ関係ねえか、結婚しない人も増えて、一概には元男の子はかわいそうとかなんかそういうの言えないんですけども、一般的な方々と比べたら狭き門なわけですよ、結婚も元男の子にとって。なので孤立しがち、一人で全て自分 の、 その生きていく上でのお金を賄わなきゃいけない。さっきも言ったように働き口がなかなか少ない、まあ、風俗業とかしかないってなると、だいぶ大変、性別をまた戻さざるを得ない状況になるっていう人も多いですね。ただ戻ったらじゃあもうお金かかんないんだみたいな、ちゃんちゃんみたいないう風に思われがちなんですけども、実はですね、その性別を戻したとしても一度女性ホルモンやっちゃうと、もともとあった男性的な機能、例えば精子を作るとか、そういった重要な機能が失われてる場合が多いんですね。もうカオスだなって私も思いますよ。自分で今こうやって性別変えて女として生きてますけども、将来不安になることはあるんですけども、もう自分の選んだ道だし、やばくなったらやばくなったでもう仕方ないなっていうか、戻ることは私はしないと思います。もうこういう風になってるから、いつまでも私も YouTuber 続けていけるかもわからないですからね。 YouTube ってサービスがなくなって路頭に迷う可能性もなきにしもあらず、本当生きていくのは大変だよっていうことを伝えておきます。今回は質問箱にいただいた視聴者さんからの質問にお答えしていきました。いかがだったでしょうか。こんな感じで皆さんからのお便りどんどん答えていきたいんで、ぜひ私の SNS とフォローお願いします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。